どうもウエストランドです。お願いします。頑張っていきましょうね、もうすぐね、オリンピックが始まるじゃないですか。東京オリンピックね、はい、そう、もう1年切りましたからね、めちゃくちゃ楽しみなんですよ。あ、そう、そんな興味あったっけ。興味めちゃめちゃありますよ。あ、そうなの。もう今から寝れませんからね。今から、うん、大丈夫か。今から寝れなくて、あと1年ぐらいあるけど、うん、頑張りますよ。頑張りますよじゃないよ、大丈夫、うん、え、興味あって何の競技に興味あるの。まあ、あのフィギュアとかカーリングとかスノボね。全部東京オリンピックで、うん、東京オリンピックでやんないから。そんなの。あと、あの走るやつと、あの投げるやつと泳ぐやつ、ね、適当に言うな、興味ねえだろ。さては、なんか投げるやつね。なんか投げるやつ言うな。まあ、いろいろあるけど、うん、あるでしょ、うん、でもね、やっぱ近いですから。芸人やってるとね、その、うん、何らかではこう携わりたいなと思ってね。まあね、せっかくオリンピックね、うん、東京であるならね。そうそうそう、でもやっぱなかなかその難しいんだね、携わるって言ってもね。そのどういう感じで携わるの。まあね、我々なんかこう喋りでね、こうやってますから、それを生かしてこう実況とかね。絶対無理だろ。まず芸人さんで実況やる人もいないし、中でもお前一番無理なんだから、ほぼ喋んないのに。まあべしゃりでね暮らしてますから、我々は。ベシャリでね。さては見ただろお前、あの作品を。なんすか。なんすかって、あれだよ、ベシャリ暮らしを読んだだろお前は。読んだから、ドラマ見ただろ。あ、そんなのがあるんですね。知らこいな。なんだお前、できんの実況。できますよ僕は。ちょっと見て判断してるか、ちょっとやってみる、どんな感じか。さあ始まりました、タイ対台湾。ややこしいな、ややこしい組み合わせにすんねん。日本戦でいいよそれだったら。一斉にスタートして、うん、まずはパスがつながった、そして投げた、うん、打った、最後は押し出し。何の競技なんだよ。最後押し出してるし、相撲なんかないからオリンピックに。じゃあサッカーでよ、サッカーやってみてくれよ。サッカーね。さあ始まりました、お、まずは柱谷から井原へパスがつながった。古いな、ドーハの時の日本代表じゃないかよ。もう引退してるから。そして前園だ、引退してんだよ。ラモスがドリブル、引退してんだよ。カズがシュート、引退してないんだよ。すごいな。すごいでしょ。いや、お前はすごくないよ、カズがすごいよ。カズの凄さのみ伝わってきたから、ずっとやってんだから。まあそれはいいけど、できてないから実況なんか無理だよ絶対。じゃあ、スポーツ番組とかで、キャスターの人がこうメダルを取った直後の選手にインタビューとかするやつあるじゃないですか。あ、たまに芸人さんでやられてる方いますけど、まあまあそれはありますね。あれだったらね、可能性あるでしょ。まあこっから爆発的に言ったら可能性ゼロではないですけどね。練習したいからね僕、キャスターやるから、メダル取った選手やって、メダリストやればいいのね、うん、さあ始まりました、ウエストランド河本のスポーツランド。ピンで MC やってる。この1年って何があったんだ。まあ半年前にね、いろいろあって解散しましたけど。解散してた、解散しちゃってるじゃん。内口、しっかり反省して戻ってこいよ。不祥事じゃん。ってことはまた送ったじゃん。また送ってるじゃん。やば、まあ、この半年内にまた送っちゃったんだ。そんなことはさておきね。さておかれた。今日はね、男子 100m 走金メダリストの加藤選手に来ていただいております。どうぞ。どうも。じゃあね、早速ね、自己紹介がてら、まずは 100m 走ってもらいましょう。どうぞ。気軽に振るな。ラジオに出た時の若手芸人か。自己紹介がてら1分半のネタ銅像的に振ってきやがって。そんなかからないでしょ。そんなかからないですよ、メダリストだから。敬ってください、もうちょっと。どうでした、正直メダルを取った時の心境は。いやー、やっぱり嬉しかったですね。嬉しいですよね。やっぱこれまで僕もね、昔中野の地下ライブでね、優勝したことがあるんですけどね、やっぱりね、嬉しかったですね。まあでもね、緊張するんですね。めちゃくちゃ緊張しました。オリンピックも緊張しました。そうですね、緊張しましたけど、やっぱ地元の、ね、大歓声でね。ですよね、僕もね、正直ネタにはもちろん自信があったんですけどね、やっぱり緊張からね、ネタを飛ばしてしまったんですね。でもね、アドリブでなんとか乗り越えてね、なんならそこが一番受けたんじゃないかっていうね、それでね、優勝できました。そうですか。やっぱネタ合わせの中でね、不安なことがあったんですけどね。こっちを引き出してくれ。いいんだよお前なら、何自分語りしてんだよ。あと中野の地下ライブとオリンピック一緒にすんなよ。舐めてんのかお前。100m 走じゃ負けますけど、漫才じゃ負けませんからね。どこでマウント取ってきてんだよ。クソ番組じゃん。誰だこいつ MC に適応したやつは。何なんだこのクソ番組が。じゃあ最後にね、これからオリンピックを目指す子供たちにね、メッセージを五七五で。無茶振りしてくんねん。芸人じゃないんだから。ちょ待って、お前キャスターも全然できてないから、こんなんでオリンピック関われるわけねえだろ。じゃあオリンピックの開会宣言やるわ。それが一番無理だよ。いい加減しろ。どうもありがとうございました。